おいすー、ケレンです。皆さん、ついにやってきました。シャカトゥ黄金像イベント。11月9日から12日、19時40分から20時の間に行われるイベントとなります。いや、これね、めちゃくちゃお金稼げるんですよね。まあ、参加するキャラクター迷ったんですけども、今回は愛着のある、こいつ、刀構えてるね、ブレイドスピリッツ、行こうと思います。で、今回開催されるマップは、クザカ神殿入り口。もうすでにマップの方に移動して待機しております。これね、イベントに参加する方は事前に開催場所を、まあ、こんな感じ、公式フォーラムから確認して、待機しておくのがベストなんで、やっちゃいましょうね。今回の作戦は巨大なシャカトゥ黄金像をひたすら狙う。これでいきたいと思います。銀貨は一応ね、ゼロの状態にしております。黄金アイテムとかも入ってない状態にしていますが、果たしていくら稼ぐことができるのか。それでは早速、行ってみよう！はい、始まりました。ということでね、早速、こんな感じでマップにありますよね。黄金像がありますけども、マップの方に輝く黄金像っていうことで、出るんですよね。表示が。ひときわでかい表示がおそらく出ると思うんで、それを探しましょう。それを探す。出てないな。今んとこは出てないっすね。とりあえずは、ちっこい黄金像からやっていくのがいいのかな、これは。はい。出てないっすね。まだ出てない。まだ出てないっすね。とりあえず、でかいマップを見ながら、やってんすけど、うん、出てないな。まだ出てないっすね。まだない。まだないな。おい、おい、おい。どの辺出るんだろう。まあ、ちょっと続けてみますね、これ。開始して結構経ってはいるんですが、シャカトゥの巨大黄金像の表示みたいのがないんですよね。変わったのかもしれないですね、もしかしたらこれ。ちょっとオートでやってみるか。オートでどうなんだろう。あ、オートでもいけそうっちゃいけそうですね。ちょっと最適化しますか。これ用にちょっと最適化しましょう。弓とかいらないっすね。これでいいかもしんない。オートでも結構いけるようなイベントになったのかな？もしかしたら。全然ありそうですね、その可能性は。それだったら結構忙しい人にも嬉しいですよね。全然反応してくれます、してますし。あ、いいのかな、これで。ミニマップの方ちょっと結構見てるんですけど、こうやって。こうやって見てるんですけど。あ、湧いた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 湧きました湧きました。ほら出た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 ぞ、黄金像。これ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 。これなんですよ。これ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 。これ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 よ。あ、オッケー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 。これです。これが欲しかったんです、我々は。いいっすよ。湧いてる湧いてる湧いてる。この、マップに湧いてる、黄金像の、みんな走ってますね。これよ。もうみんな学んでますからね、やっぱり。これが欲しかった。まあ、雰囲気感はちょっと伝わったと思うね。こんな感じで、ちょっとぶん殴りまくってやっていくんで、一体どれだけ、20分間頑張ったら手に入るのか、最後、見ていきましょう。ということで、移動！はい、ということで終了しました。いやー、だいぶ長かったっすね。ていうか38分ぐらいから始まってちょっと焦ったんですけど、結構銀貨溜まったような気がします。それではちょっと村戻って見ていきましょうか。いや、楽しみだな、これ。周りの人たち見てたんですけど、職業はいろいろいましたね。なんか別にリーパーとか攻撃回数多いやつやってるとかっていうよりかは普通にいっぱいいろんな職業いたかなっていう感じがしました。結構ね、イベントお祭り的な感じで騒げたんで面白かったんですけど、まず銀貨の方を見ていきましょう。こちら1、10、100、1000万、10万、100万、1000万ということで 39.6M、 40M 近い、すげえ。でもまだありますよ。これありますからね。シャカトゥ黄金箱ありますから。これちょっと複数仕様で開けて。売却してきますか。これで真の稼ぎが出ますから。売却。売却。売却。出ました！ 50M！ すごい！ 50.8M！ いや、やば！イベント1回で 50.8M もらえるんだったら、そりゃ楽しいし出るよ。皆さんもぜひ、イベントに参加して、銀貨、ゲットしちゃいましょう！ということで、動画の内容は終了！こっからは、毎日少し強くなる、ケルフェン毎日ラジオ！イエーイ！今
回はこちら、潜在力突破1回で強化成功させていこうぜチャレンジとなります。皆さん準備の方よろしくお願いします。ということで今回は潜在力突破になります。黒結晶を使った突破なんでね、サブキャラに変えていただいて何かの部位強化しちゃいましょうということです。まあなかなかね、突破っていうの成功しないし、まあ失敗するっていうことで、まあみんなやってないと思うんですけど、まあたまーに一回やってね、一回成功したらラッキーじゃねみたいな。しかも一個だし、失ってもそんなあれじゃねみたいなところでね、やっていこうかなって思います。僕はこのデルパートの刀剣めちゃめちゃ強いんで、こいつをやっていこうかなと思います。まあ他の装備とかも、まあサブキャラなんでいろいろあるんですけど、例えば、まあこんな感じでね、いろいろあるんですけど、やっぱしこの、デルパードですよね。デルパード。こいつを行きたいなと思います。皆さん準備の方はよろしいでしょうか？ということで、早速、やってまいります。行きます。3、2、1、確認でー皆さんはいかがでしたでしょうか？僕の方は失敗してしまいました。ということで終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で、火曜日を除く毎日夜9時から12時 YouTube ライブの方で配信しておりますので遊びに来てください。配信の方では質問受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして火曜日はお休みをいただいております。水曜日はメンテナンス日と被った場合が水曜日休みとなるのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。